ジャンフロ30は前代未聞、キャストが散落だけのレア回に笑いが止まらないみんなの反応集。ではどうぞ。ラストのとこで野獣の床音出てくるとこワクワクするよな。アキツアカネちゃんも早く見たい。リアルの目は閉じてるんだな。これ下にプレイヤーいたらたまったもんじゃないよな。友達の落下シーンならスタート。ブルースブラザーズ並みに落ちたな。別に乗るまでもなんでもないという、重力は万物に等しく死を与えるなお、本来ならこれだとドロップアイテムもこっぱみじんな模様。ニュートンのエナドリから着想を得た脳筋技。物欲まみれじゃん散落。ただの落下死だから戦闘扱いになってない説。終わったらすぐちびまる子ちゃんの時間。自己死は倒したにカウントされないとか、キル判定にはならないのかしら。サソリが落下したのに経験値が入らない、戦闘終了してない、それか倒したカウントに入ってないか。しかし表情豊かだな鳥頭。経験値も入らないし粉々になって素材も手に入らないのか。金色のクリスタルスコーピオン。散落さんがレア物に遭遇しておる。フェスプムカラーのサソリかな。レアエネミーゴールデンスコーピオン。おい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 、散落のマブダチ食い荒らしてんじゃんこの金色サソリ。うわぁ、急に解説を始めるな原作者。ただでさえ化け物級のエネミーのさらに上位種ともなればねえ。マジかよ、ゴールデンってクリスタルスコーピオンのレア個体かよ。水晶軍サソリより数倍でかくてビビる。カネサソリ、綺麗だなぁ思ったけど、VR とかで目の前に出てきたらコアの方が勝つんだろうな。キムアキラ毒サソリくん。キムアキラ毒サソリくんじゃないか。なんか黄色いのが金色のクリスタルスコーピオンだと、めっちゃ強そう。モンスターがカードゲームのアニメのモンスターっぽい動き。逃げても戦闘終了にはなるからさっきの分の経験値が入るのでは？勝てるかわからないからってレアエネミーから逃げるゲーマーがいるかよ。谷底での戦闘じゃなかったっけ？範囲毒はあかんけど、チート回避かよ。ゴールディスコーピオン強すぎない？攻撃パターン多すぎる。インベントリアがなかったら即死だった。サソリのビームこんな感じなのか、これはミカドアキラも楽しみ。毒の三段インベントリアがなければやばかった。あのデカさで範囲攻撃持ちはきついな。本当にクソモンスターすぎるぜ、理不尽仕様が多すぎる。走行の薄い高速移動するやつに三段で面制圧するの戦闘慣れしすぎてんのよ。やっぱりチート級に強いなインベントリア。カネサソリの序盤の戦闘は原作だとカットされてたからアニメで見れるの嬉しいねー。毒には毒をぶつけんだよ。また針破壊狙おうとしてるよこの鳥頭。漫画だけじゃまだ核心に触れてないけど、ここ結構重要な要素よな。すげえ散落の戦い方、過去の竹し器も有効活用するのすげえな。黒くなって砕けるのいい、回復も無法素敵。緑色が回復とか、いつからだろう。実際ソロ戦なら自己回復持ってなかったらすぐ死ぬからな。もうプレイヤーに倒させる気ねえだろ。自己再生して回避にも振ったアタッカー。まさに単体完結。お前みたいな戦闘能力高いやつが月の光使うな。デスティンガーシャンフロの姿。いや土の子さん、そいつのユニーク以前にレベル150ぐらいあるんですよ。カネサソリくんの自己再生は結構重要な設定よね。月光浴びれば再生するって、それもう月に魔力あるやんっていう。メインヒロインその1を思って再起する主人公。これは王道ですね。最強種を彷彿とさせるようなエネミーとランダム演化するのは神ゲーと言っていいのか？月光を吸収して自己治癒できる能力を獲得した代償に外角は耐久値が低いんですね。完全な V 欠損をしない限りは基本的に欠ける、割れる、程度なら回復します。まさか再生持ちかよ。ここまで初見で戦えるのやっぱり普通じゃないな。敵モンスターの副回復本当にめんどくさい。ぶっちゃけ下手なユニークよりクソモンスの類だからなこのサソリ。ユニークモンスター並みのレアモンスターとかきついなぁ。ユニークモンスターではなくレアエネミーでも穴がないって。大人数で挑まないと踏破も困難なフィールドでドロップ品が激マズであんまり人気のないエリア。
そこを攻略する三楽、マゾ。こんなの対策積んでも勝てるか怪しいレベルのレアエネミー。月光浴びて自己回復、水晶の鎧、水晶をたやすく切り裂く火力、毒玉による遠距離攻撃に三段の内訳。ソロ性能極まってる。攻撃特化で防御力落ちてるけど自己再生能力で補ってくるとか厄介すぎるでしょう。正確に言うなら数はめちゃめちゃ少ないけどユニークより強いモンスターはいるんだけどね。ゲームの強い敵あるある。回復手段を自分で持ってるまたは回復手段を呼び出す。キムアキラ毒サソリくん攻撃力高いモンスターにあるマジ回復手段持ち必死に与えたダメージ相手に回復されるとはぁってなるよね。このサソリよく考えると原作最新話から考えても最強クラスだよな。エンドコンテンツ並みのモンスターがひしめく中で現れるさらに強いレアエネミー。ワクワクするな。これ、なんとクソゲーじゃなくて神ゲーなんですよ。制作者は少年が腐ってるって言うけど想像神が世界観ガチ勢すぎるから下手に調整かけれないんだ。月の伏線、未だに回収されてないです。最強火力と言われるやつ技もあと少しで出るか、2人分とか怖すぎだよ。激戦の最中でも考察を忘れないゲーマーの鏡。この外傷治癒はかなり厄介な能力ではありますが、対策は2種類あります。一つは完全な部位欠損。さすがに完全に喪失した部位を数秒数分で治癒するのは不可能です。ちょいちょい挟まる考察タイムメタ読みもゲーム攻略の一種やね。月との関連ってナローハンでも提示されてたっけ？実際このゲームの運営クリアさせる気ゼロだからな。三楽制作者は少年が腐ってんぞ。劇中の運営超えて想像神にまでぶっ刺さりそうなセリフ。インベントリアよく使うんだからエリア内に回復ポーション常備しとけよな。まあそや、敵が目の前からいなくなったらまず回復しますよね。こう見ると意外と攻撃スキル持ってるな三楽。原作者のサソリ愛と比例してるおかげで戦闘描写が神すぎる。ちな幸運戦士だとレアエネミーとの遭遇率も変わるのかは気になってる。V 破壊達成、急いで剥ぎ取らなきゃモンハンではない。死ぬ前に素材回収はモンハン民のたしなみ。V 破壊に成功したらブチギレモードに突入ってモンハンかな？スケートフットこれ嵐のあれにも使えそうなムーブね。水晶軍サソリって何か引っかかると思ってたけど、マイクラの趣味だこれ。ここの親玉とキムアキラだったらどっちが強いんだろ。さすがに親か。縄張り争いで消耗を狙う作戦これなら確実に仕留められるやろ。漁夫の利を狙ってるのか。勝つと手法が見えた後の三楽は本当に楽しそうだな。今回の回に出てきたやつが原作最新話にまで出てくるとかすごいなぁ。同士打ちで勝つという、やばやばなアイディア。因縁のある相手が弱ってるんだからそこをつかない手はないわな。でもどうやってそのドロップ品を回収するんだよ。オオスズメバチに群がるミツバチかな？止まったまま眺めてる金サソリがシュールすぎる。身代わり人形爆破機能付きかすげーな。消費アイテムちゃんと活かして戦うプレイスタイル憧れる。結構コミカルよりなんだな爆度の偶像の踊り。ハサミ取れただけでまだ生きてたキムアキラ軍サソリ。やっと最後は怠慢で締めか。今回の声優三楽さんと偶像だけ？将来燃える鳥頭もこんな感じかなプレイヤーじゃない。質量アタックはまだできそうではある。いや、あるじゃねえか。立派な探検だよ。針はなくともサソリだから尻尾が残って山だ戦えるってか。背中からマウント取ってねじ込むとか三楽さん変態。インベントリアがなけりゃお前には勝てなかった。最初期から使ってた故障の探検が決め手になる。私の好きなシチュです。そう考えるとほんとインベントリアってチート品よね。1話30分間主人公がずっと金色のでかいサソリと戦って終わった大満足。この竹し器を総動員するのが全力さをまざまざと感じれてすがすがしいよね。米印そして堂々たるオスまたそのソロクレジット。レベル換算で120位のモンスターをアシスト込みで数十体も倒したことによる木レベリング。
通パーティで挑み分散する経験値を短期総取りしたからかな。ナレーション除いて散落しか喋ってないのくさ。意味不明、何百、何千万経験値もらったんだ。運営さん、どうせ誰も倒せない俺の作った最強のレアエネミーだからって経験値設定ミスってますよ。久々のシャンフロ劇場ミニあるの嬉しい。シャンフロ劇場にてようやく3人目のキャスト。今更だけど、VR は寝てやるのに散落の部屋にはゲーミングデスクやゲーミングヘッドホンがあるのか。実際の設定は違うよということを最後に解説するので遠慮なくわっちゃけた小話をしていくスタイル。無法だけど嫌いじゃない。登場人物散落のみの内田祐馬劇場でしたね。でもそれを感じさせないボリューム感で、なかなかアフレコ大変だっただろうな。久々にキャストが散落と、エムルしかいないのなんか新鮮だった。本編収録時にほぼ一人で喋り倒してただけなの面白すぎませんか？ログアウト中は体が消失するのでそのまま引退すると NPC からは去ったと認識されるわけですね。開拓者という生物は焼かれようが潰されようがケロッとしている不死なようである。日突然幼子よりもぽっくり生えるものというのが常識。アニメで初めてキャスト一人だけの回を見ました。他の作品でキャストが一人だけの作品の回があるか気になります。ゆうまさんの演技とスタッフ陣の作画が高さでキャスト一人だけとは感じませんでした。ログアウト中はアバター消えるんだ、もう一度再開、もしくはセーブしたら消えずに済む。次か次の次がネフホロか。急にロボゲーが始まる。散落ソロのバトルシーンだけは初、作画がすごいから臨場感が半端ないし、ゲーマーだから思いつくような作戦で感心した。最後の楽しかったハカミゲーだからってのもあるんだろうけど、それだけピリついた戦いだったんだろうな。最後は長年の相刀で決めるのオシャレ。レア敵の金色のクリスタルスコーピオン登場、撃破。制限はありましたが、インベントリアと通常のスコーピオンを使用しての勝利。ズルじゃないけどさ、やっぱり強敵には真っ向勝負で戦って勝ってほしいものです。本来ならばパーティでようやく倒せるかもねっていう経験値設定だったんじゃないか。例えば500万経験値を4人で割れば1人当たり125万経験値もらえるって、それをまさかのソロで討伐したから。原作者さん、めちゃくちゃサソリのこと語ってて笑った。好きなんやなー。ほっこり。どっかのロボット大好き銀髪ショタやってたテンションを知ってれば、妖怪ネフホロ女コトルストちゃん役がリエリーなのは納得の差配かなー。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。